なか上達していたくない。何が車車確かにちょっとあんま怖くなくなったでしょだってまだ出発して5分も経ってないけどまあ見とき。珍しい、こんな感じで蓮の運転でどっかに出かけるのはね、最初から俺の運転で行くのは初めて、ね、これまっすぐじゃないね、これどれがまっすぐ、これずっとずっとまっすぐ、とりあえずOK、ほぼ初めてかな、2回目かな、3回目かな、助手席に乗ってます。3回目か4回目とかじゃない。いやまあ細かいちょっとした練習も含めて、うーんね、だからまあこんな感じでもう1時間後にはあれを多分こうやって運転しだせる、はい、こうやって出たはいーっつってはい、やばい、ちょっと左ギリギリかも。到着しました。レンの運転で、あー疲れたどうでした？ん、駐車は？駐車めっちゃ緊張したよ運転ありがとうございます。とんかつ屋さんに来ました。うんうんうん、何にしたの？レン、これ。あ、俺それにした。僕こっちダブルロースカツ、ダブルです。ロースカツ定食2枚、カレーは食べ放題とのことでした。うん、え？イケアに到着しました。ねえ、立体駐車場止めれました。イエーイ。それする？ペンダントライト。ん？これ引っ張れてないんだ。え？これ引っ張ってあのカチカチするって思った。可愛くない？うん、あ、めっちゃ可愛い。埼玉県のイケアにやってきました。三郷です。ここで家具をたくさん見て来週か再来週買いたいと思います楽しみに。とりあえず鏡を買います。これじゃないけど僕の名前はマイケルだよ。マイケル、うん、僕はレン君のことが大好きなんだ。何？ん？何？うん、風がブワーッと吹いてる。何が？ありがとう。今さっきイケアで買い物をして隣のララポートに来ました。花火まであと1時間2時間ぐらいか。2時間、それまで1時間半ぐらい潰さないと、ね、ララポートで。それまでにララポで無印良品行ってご祝儀袋買ってね。あ、それ結婚式行かないといけないから俺はご祝儀袋買って、口内炎ができてるから口内炎の薬買って、僕のここ、うん、ベストかな、それができたら。なんか服買いたいな。ザラとかあって。うん、そう。うん。っていう感じで、ララポットで買い物してきます。買いたい。嬉しい。スタバを買いました。で、何？これは。チャイティーラテにアーモンドミルクに変更、あとエスプレッソショット追加僕のコーヒーフラペチーノです。わあ、めっちゃ人がいる。すごいね、うん、こっちが埼玉側、渋滞です、ね、あっちが、うわ、でも屋台とか出てる、千葉側。あ、ほんとだ、すぐあれだ、あそこで、あっち見て、めっちゃ人が光ってるの分かる？あっち側、あああっち側に行きたいので
左だね。左だね。始まります。に暗いね。暗いね。あ、ノルマ。だから花火が始まります。4、3、2、1。あ、そっち？おお。わお。すごいじゃん。すごい。わあ、すごい。もうなんかいろいろあっという間すぎて、花火大会終わってトイレに来た、トイレをずっと探してそっからもうめっちゃ車飛ばしていろんなとこ行って、うん、あっという間に花火大会終わってから2時間経った、うん、やばいね、もう2時間経った。早いね。あ、あのブレーキランプのおかげで光ってたのやばい。入れ入れ入れ。本日の夜ご飯、うどんです。美味しそう、めっちゃ美味しそう。嘘、うん、食べます。うん、野菜でもかき揚げ、うわめっちゃ美味しそう。でかすぎてから結構、ね、むくむむくむって言ってたけどめっちゃ食うじゃん。結婚式なんですけど明日。はい、レンに運転をパスしました。どうです、あの夜の運転は。怖い、ちょっとでも本当にあの運転めっちゃ上手くなったよね。ほんと？こうやって上から目線で申し訳ないけど。よかったよかった、もう独り立ちできるよ多分。うん、皆さんこんにちは。こんにちは。お揃いでニットで、ちなみに2つとも僕のものです借りました。で、やっと外も13度14度ぐらいまで温度が下がって、冬服を着てこれからどこに行くんでしたっけ。新宿の鳥の市に行ってきます。って感じで、今から鳥の市っていう新宿の、屋台がいっぱいあるお祭りみたいなところに今から2人で行きたいと思います。お腹すいた。めっちゃお腹すいた。屋台めっちゃ出てるらしいから、うん、いっぱい食べよう。屋台でいっぱい食べてお祭りを味わってっていう土曜日の夜にしたいと思います。じゃあ行ってきます。行ってきます。めっちゃ寒い、一気に寒くなった、ね、昨日は暖かかったのに。昨日はだって半袖とかさ全然いけたのに、うんうんうん、もう今こんな分厚いの寒すぎる。レン、ここ寒い、ここ肩やばいやばい、寒い、めっちゃ寒い、ね、みんな歩いてる人ももう冬だなっていう、うんうん、冬服になってきてるね。寒い。てかお腹空いて早く焼きそば食べたい。何食べたい、屋台で一番。牛タン屋台牛タン、あの串のやつ。あ、牛タンじゃないか、あれ 牛串みたいな。あとイカは絶対食べるし、イカ焼き、うん、たこ焼きも食べて、うん、あと焼きそばも食べる。で、まあ余裕があったらいちご飴も食べるかな。フルコースまあそれぐらいお腹すいた、ね、僕もお腹すいたな。じゃあおいしい、めっちゃおいしそう。食べる、うんうん、ちょっと食べる。何それ。なんかフランスパンの上にチーズとトマトとか、きた、おいしい。おいしいおいしい。ありがとうございます。
こっち？どう？おいしい？できれいな。できれた。おいしい？うん。うん。いる？お。買いました。僕は中吉でした。僕は吉でした。吉中大吉が良かったな。あ、近かった。いいじゃん吉。まあ悪くはないから。うん、やっと、食べ物を買いました。団子とめっちゃ大きい顔見たらしい。でかいよね、うん、手が手と同じぐらいだよね、うん、やばい。これから食べたいと思います。イエーイ。今から食べます。美味しそう。焼きそば人やばいにしても新大久保で小腹が空いたのでソトクを購入しました。ソトクみたいな。ソトクあっこおいしい。あっこあっこい。うん、あ、モクラン美味しい。うん、あ、うん、うん、うん。鳥の市、お祭りから帰ってきて帰りに、スーパーでいろいろ食材を買って韓国風のおでんを作りました。見た目やば。おでんが9割ぐらい。あれ、トッポギある？あるよ、1個だけ。いや、まだあるよ。あ、分かった。で、一緒に食べよう。韓国のビール、テラを飲んでみたいと思います。じゃあ、お疲れ。乾杯。